金鎮主は、大韓民国全州市出身のプロサッカー選手。K リーグ、全北現代モータース所属。ポジションはディフェンダー。韓国代表。高校在学時から、J リーグ入りを望み、独学で日本語を学習していた。2012年、景気大学校からアルビレックス新潟に入団。同時期に加入した。 中村大輔と共に移籍した坂井隆則の後釜として期待され、中村の怪我もあって、プレシーズンマッチから左サイドバックのレギュラーに定着した。初出場となった2月19日のプレシーズンマッチビッセル神戸戦では、ミドルレンジからのシュートで得点を記録している。シーズン開幕後も、レギュラーとしてプレーしたが、新潟は広角圏に低迷し、金も、 運動量や細かいプレイスタイルに頭が混乱していると機能しなかった。5月19日のジュビロ岩田戦では前半のうちに警告を2枚受けて退場になりチームも1対6で大敗。監督の黒崎久志は退任に追い込まれた。黒崎の後を受けた八木下正明の就任当初は信頼を得られず早い時間で交代させられたこともあった。 6月24日行われた新潟経営大学との練習試合で右膝内側半月板を損傷。全治2ヶ月の重傷と診断され治療に専念するため韓国へ帰国した。2ヶ月半の離脱後レギュラーに復帰し、勝利しても降格決定の可能性がある中で迎えた11月24日のベガルタ仙台戦でプロ初ゴールを記録。 新潟は次試合も勝利して J1 に残留した。2014年6月13日、ドイツブンデスリーガの TSG1899、ホッフェンハイムへ移籍。契約期間は4年。U-17 世代から韓国の年代別代表に選出され、2011年に U-20 ワールドカップへ出場している。2013年7月20日。 東アジアカップ2013のオーストラリア戦で A 代表初出場を記録。2014年には FIFA フフワールドカップブラジル大会の韓国代表23名に選出されたが負傷により自退し方柱空と交代した。2014年9から10月、ニ川アジア大会に出場し、韓国の優勝により兵役を免除された。ありがとうございます。